サイコロを闇に捨てられ海の見えぬ個人で姿なしなってくれたのは年を老いた修道女。彼女はとても優しくていつもニコニコ笑ってた。たとえ貧しい生活でも僕らは皆幸せだった。やがて彼女は病に伏し、天に召される日が近づいた。彼女の枕元で僕らは解いた。ここまで育ててくれた。あなたに恩返しがしたい。どんな無茶でも構わない。何か願いはないですか。彼女はニコニコと微笑み、こんな風に答えてきた。私はずっと待っている。手紙の返事を待っている。若かったの気に出した。頼いたかどうかもわからない。手紙を。もしも願いが叶うなら、もしも罪が許されるなら、あの手紙の返事が欲しい。僕は彼女の手の中、一枚の料金紙を渡す。